全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。5頭ほぼ揃ったスタート。まずは先行争い。2番ブナスダイナミックすっと前につけます。1番サマーウィーンかわして先頭。その後は3番糸毛のつくよみ、3馬身相手4番うまうまうまコース。各馬1コーナーを目指します。離されて最後方5番合わせ馬、先頭から最後方まで10馬身以上。先頭はサマーウィーク、2コーナーを抜けて向こう上面。さらに3番糸毛のつくよみ、2番ブナスダイナミック好位をキープ。少し差が開いて4番うまうまうまコース。遅れて最後方5番合わせ馬、先頭は変わらずサマーウィーク。後ろに3番糸毛のつくよみ、2番ブナスダイナミック好位につけています。前半の 1000m は59秒7。各馬第3コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて4番うまうまうまコース。遅れて最後方5番合わせ馬、先頭は変わらずサマーウィーク。さらに3番糸毛のつくよみ、2番ブナスダイナミック好位をキープ。少し差が開いて4番うまうまうまコース。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。ここから最後の直線勝負。400を切って先頭サマーウィーク、その後糸毛のつくよみ、食い下がる糸毛のつくよみ、サマーウィーク、わずかに先頭か。あと200、追い込み勢には合わせ馬、糸毛のつくよみ、捕らえにかかる。2番手糸毛のつくよみ、差を詰めるサマーウィーク、先頭で合理。勝ったのはサマーウィーク、鞍上は菅原明騎手。勝ちタイムは1分57秒4。サマーウィーク、ブリーダーズカップを制しました。2着糸毛のつくよみ、3着うまうまうまホース。